けど、みんなさ、この動画で疲れたでしょ。思ったより疲れてるから。疲れる。いやー暑いです、はい、体調は、はい、まあいいと思います、はい、とりあえずチームスプリントまた、はい、代打で任されてるんで、まあそこをきっちりやっぱスタートついていくことが、まあ、今回の任務かなと思ってます、はい。このトラック乗った感じいかがですか？もうガタガタすぎて、やっぱり普段乗ってる250と全く違うんで、もうガタガタだし風もあるし、普段の条件と違いますけど、まあ、力しっかり出し切ることがやることなんで、まあ、しっかりやりたいですね。まあ、やっぱり競輪は、前回ワールドカップで銅メダルなんで、アジアでは負けれないと思ってしっかり金メダル狙って、まあ、チームスリーとは、ね、あんまり経験ないですけど、ない中3人の力精一杯出して優勝ですか。中国に勝てるように頑張りたいですね。まあいつも通り精一杯走るだけなんですけど、まあ、チームスプリントとかやっぱり後ろに迷惑かけないように団体種目は頑張りたいです。いやもう本当になんで自分がこんな世界に立てるんだろうってこう申し訳ないと思ってますいや不安ですね。180% くらい不安ですねやっぱ日本は寒かったんで、でもまあ暑い方が好きなので、そこはあんま苦になってないですね。こういう違う雰囲気でやるっていうのが少し苦手なので、そういう雰囲気に飲まれないように自分の力を出し切るっていうのをまずは初めてなので、今の 100% の力を出せるようにしたいです。